顔が痛くなるっていう症状、血圧が最後ダメ押しで逆に熱いそうなんですよ、キュッとしてる感じ、うんうんうん、プラスの観音のサーカスです。アナです。どうですか、私は片一歩だけ痛み出てしまうんですよね、特にこの何とかね、うん、今日は特にひどかったのでそれをしていただいて今すっごいスッキリしてます。今日天気が悪いんですけど、それに合わせてこう症状頭痛とかね出る方結構いらっしゃるので、そういった方ぜひですね見ていただければと思います。はい、多めになってますのでらしいですね、こうねされてる方は本当にわかんないんですよね、うん、やっぱり怖いって思ってる方も、あやさんがこんだけできるんだったら、これだけできる、チャンネル登録ぜひしていただいて、今後の動画もお見逃しなく見ていただければと思います。では、よー、梅雨の時期、気象病と言われるような症状が絶賛出てますので撮っていきたいと思います。あやさんの顔が痛くなるっていう症状がね、そうなんです。では、いきます。安定のブヨブヨなので、うん、右側ってことなんですけど、左もブヨブヨ感で、これは首の前と後ろ横緩めていくような感じですね。神経と血流を良くしていくようなところです。右側ですね、耳周りをやっていきます。よくね、この辺後頭神経痛とか神経痛が出る場所ではあるんで、この辺すごい圧迫されやすくて今日みたいな症状が出てるので、神経の流れを良くして流して痛みを減らしていこうと思います。気圧が最後ダメ押しで痛みを誘発するんで、気圧を変えようと思っても変えれない天気予報の資格取ったらいいんだろうか。絶対取れないやつですよね。めちゃくちゃ難しいんでしょ。小学校の時でしたっけ、授業したの。いや、中学校ですかね、天気の授業するじゃないですか。積乱雲とか、成績の悪いことチンプル関係でした、ね、逆に良かったのは何ですか。美術。確かに絵うまいっすよね、普通です、うん、いや、僕あんな描けないっすね。千人間とか描きそうですね。あれなんて言うんですか、こう一本でこう描く、棒人間。あ、棒人間、そう千人間じゃなかった棒人間とかすごい上手に描きそうです上手とかあるんですかね。ちょっとあれでしょ、教科書にこうパラ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 って棒人間で描いてたタイプでしょ。あ、でも、ね、そういうのやってましたね。ですからね、地図帳しか見てなかった。地理はすごかったですか。全然分からなかったですよ。アフリカ大陸とか全然分かんなくないですか。一番難しいですよ、うん、とりあえず頭の、結局はむくみが原因になりがちなんで、むくみを取る、ひたすらそんな冷えてないし、逆に暑いですね。そうなんですよ、そういう時になると膝だけ赤くなる。よくまあ気の流れとか言われたりするんですけど、熱の移動とか熱のこう滞りみたいな偏りとして、ほてりとか逆にすごい冷えを感じたりとか、冷えてる時ってどっかは暑かったりするので、偏りを取るっていう熱をまんべんなく動かしてあげるみたいな。意外と頭刺さってます。あ、そうなんですか。はい、でもだいぶスッキリしてます。あ、思い出した。急によく、まあ、チリあるあるんですけど、スリランカの首都。スリランカの首都。フランスはわかります。フランスはわかります。フランスの首都パリな感じで、はい、スリランカ。スリランカ、え、スリランカまずどこですか。インドの下で。ああ、あ、スリランカや。え、なんやろ、スリランカの下、スリランカなんじゃないですか。あ、それどっかあったの。なんか一緒のとこもあるじゃないですか。いや、もうないですよ。違うんですね、じゃあスリランカ、うん、スリジャヤワルダナプラコって長っよう言えましたねスリジャワ、スリジャヤ、ワルダナ、プラコッテ。スリジャヤ、ワルダナ、プラン、プラコッ、プラコッタ。いい、覚えてましたね。地理好きな人はね、大体それ出てくる。そうなんですか、うん、ま。ちょっと長いですもんね。長いからこそ逆にそっちから覚えたんですかね。そう。でスリランカ結構行ってみたい国の一つ、うんうん。インドはね、ちょっと。覚えてないの。どういうことですか。
インドには呼ばれるらしいんだ。そうなんですか。はい、面白い。泳ぎ学ってバランスなので、どっか一個が悪いっていうよりも、その影響し合って、全体的なバランスが乱れるので、肺と腎、そして今日は火を整え、むくみをとっています。やーちくさんは全然わかんないですよね。肺が髪の毛のように生えております。あ、増毛したかな。これね、でも、ある意味、はい、ファッションとして僕は本当に狙ってますからね。パリコレ誰かとコラボして、うん、出たい。針をこう頭にガーッと刺して、うんうん、上げてほしい。あ、楽しみにしてますよ。治療はアートだったんだよね。すごい。なんかかっこいいこと今言いましたよね。ちょっと情熱大陸振り向きね、本当なんかかっこいいこと言いましたよ。今切り抜かないかんとこですね。ちょっとカメラ目線で言った方がいいですか。うん。どういうとこがアートなんですかってなっちゃいますけどね。いや結構ね、イタリアとかそういう考えがレオナルド・ダ・ヴィンチと一緒なんですね。医学だけじゃなくて総合哲学とか何でもできるらしいんですよ、レオナルド・ダ・ヴィンチ。すごい、きっと楽しい人ですよね。目の前にあるものを1から10までするんじゃなくて、きっと楽しくいろんなことをされるからアートになっていくんじゃないですかね。生き方がアートってことですよね。見ていきます。僕そういう、なんていうんですか、その人がどういう人生を送ってきたみたいな結構好きなんですよ。なんでそうなったんだみたいな。どうですか。いや、いいですよ。ほんとだ、ちっちゃくなった。そうですね。キュッとしてる感じ、うんうん、これは弾力って言っていいかなと思う。で要はその無駄な水分とかが、まあ、原因は1個じゃないんですけど、神経をこう圧迫して神経の流れで結構その痛みが出てたんで、通りを良くして、結局でもそこだけ取ってもまた戻っちゃうんで、手足の針を打って、全体の流れを良くして、要はまあ水が動いてくれると熱も一緒に動いてくれるんで、足はね、相変わらずね、ちょっと足は頑固ですね。足はもうその本当膝の裏と股関節をまずやってあげないと、どうしようもそれ以上流れてくれないんで、セルフでやってもらいましょうということで、今日はお顔の痛みの治療でした。こういった生理動画、美容情報、健康情報をお届けしていきますので、評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。やだやだ。生き方が、あ、今の情熱ポーンってなんだ。もう一回言ってもらって。